ジラダ来た。あ、来た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 。いいよ。おどうせもうこれ今降りちゃうこいつらに。で、どっち行ったの？所轄警、受信しました。あれさっき一番頭にいたやつだよ。うん、46？ あ、44？ うん。眩しいなお前よ。まあ、向こうはこっちが乗ってると思ってないからね。うん。いや、ここ出るから右海でしょ、ここから出るときは。あ、左、左は行かないんですか。いや、左行くよ。左行くんだ、右行ってから左行くんだ。顔が見えない、こいつもね。こんな奴らじゃないよね。多分違う。こっち全く見ねえのね。全然見ない。手顔隠してます。いや、俺もね、それ今思ったちょっと次のやつね。なんであの仕草。何も見てねえよ、カロケいじっちゃってる。だ、全然見てない。行くか、あれ行こう。左確認してください。左、よし。行っちゃった。いや、行かはそう、行かはそう。一回スルーで。うん、一回スルーで。なんであいつ見て、ヘビだな、やっぱりな。受信しました。え、あって言ってたよ。マジ？あ、シンプソンかぶってる。似てねえな、ほんとに。十字架じゃねえ。今のは行くでしょ、横つければ。いや、でも赤つけると逃げちゃうしな。それちげえだろ。ちげえだろ。いたよ、前走ってんじゃん。ビンゴだよ。わかります。なんだろうね、気が合うね。赤つけちゃうと逃げちゃうしな。マックスでしたっけ、あれ。チェイサーでしたっけ。チェイサー。あ、そう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 。ありえないよ。これどういう交差点なの、これ。こっちはいけないの。どういうこと。工事やってんからか。うん。あ、向こうからね。あ、向こうからこれ行けるしか分からない。ああ、そういうことか。うん、マジやってみるよ。お前さん、ちょっと聞きたいんですけど、お前さんたち一中隊今日。今日小隊長どれに乗ってんすか。受信しました。あ、違う、お前さんじゃない、小隊長。あの、警部補。名前なんだ。あ、お前さんこうやっていたよね、覚えてる。あ、あれ、お前さんこうやっていたよね、明治通りの時。そうそうそう、いたよね。あんまり絡みなかったっすけど。あ、お前さんすごいね、柔道。え、あのさ、あの警部補、知らない、話聞いてない、あの警部から。多分、あのここのやり取りだと思うんで、うん、それ全部は、多分みんなには聞いてないっすね。警部から話聞いてないっすか。あの前、あそこ行けばってました。そう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 。あれでさ、もう話が全然進まなくて、うん、もう俺直に小隊長と話した方が早いんじゃねえのと思って。結局だから隊長と中隊長と話してもさ、隊長中隊、あ、隊中隊長に花警部に話したのがさ、うん、今度警視に行って、警視に話したのが今度中隊長に来て、また俺に下がってくるからさ、うん、もうラジアがなくてさ、いろんな人が入っちゃってるってことですよね、当事者さんじゃなくて。で、なんか隊長としては、うん、要はこの間の件で直接会わせることはできないって言われて、でも俺はその中隊長の顔を立てて、ちゃんと今ちゃんと話してるんですよ、警視庁と。でだからちゃんとこれも声かけから、うん、あ、声かけないで頑張るからそちらも言ってねって言うんだけど、結局さ、だからそのアンプの話聞いた。聞いてはいます。うん、で、うん、そうで結局その話も、うん、アンプがつくつかないの話も、いや、その後うちの隊員がついたの確認してるんでって言われて、で結局音声出してその後の流れを言っても全然ダメなんですよ。で、だったら今日ちょうど数えてたら、先ほど一中隊だったよなと思って。よくえ、だってお前さん、さっき俺前に止まったの気づかなかった。私、いつですか。新宿文中の前で今俺坂登ってくる時止まってたじゃん。ごめんなさい。待機してて、そんでカーロケナビいじったよね。はい、左行って。そうそうそう、はい、うん、そうじゃないかなと思ってた。あ、やっぱり思ってた。あ、お前さん気づいてたんだ。お前さん助手席だよね。助手席です。そう、お前さんなんかこんな風にね、顔隠してたから、どうか、顔隠してんのかなと思ってた。こうやってやってたから。あの
覚えてますよ、正直、うん、お兄さんのこと覚えてますけど、うん、正直その、やり取りあったっていうのも分かります、うん、ただ、ここに電話しての全ての会話は分からない、うん、あ、そう、それはいいんですけど、だからもう招待長と話した方が早いじゃんと思ったから、ほらもう一人招待長いるでしょ、うん、名前聞いたんだけど忘れちゃったんだよ、あの人、あのひょろっとしたおじいさん色黒のあのメガネかけてた、そうメガネかけてた、言わんとしてることは分かる、うん、そうで、あの招待長に話があるんだけどさ、もしそしたら、うん、あの招待長今日いくつ乗ってんすか、今日はいないいないっすね、でお盆で行っちゃってんの、それはまああんまり個人的には言えないんですけど、はい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 、ただもしそういう風にしたいんであればなおさらうちらに言ってもちょっと今日たまたまこっちに来たから、うんうん、一応言おうかなと思って最初からさっきピンポン鳴らして、はいはい、だから中隊長今日もいないんですよ、あ、じゃあやっぱ予定がないからいないよね、うん、なんでそうそうそう、まあどういう連絡の取り方してるのか分からないですけど、まあ警部、まあ、今やり取りせっかくしてもらってるんで、はいはい、そこをまあ通していただくのが多分筋だと思うんで、小隊長に一つ連絡取りたいっていうんですよね、で今日小隊長いないんだ、うん、え、小隊長っていつも何一中隊に何人いるんですか、まあそれ細かいことは全部は知らないけど、だって先輩小隊長だよ、小隊長だからもう一人いるっていう計算でしょまあいますよねそれは、うん、そうそうそう、ああなるほど、でちなみにその時あの時に話し合いで後日言われたことね、中隊長に言われたことが、うん、本当にその時壊れた証拠あるんですかと言われたからね、それは中隊長の意見じゃないよ、多分隊長から多分言われてんだろうね、うん、それ言われてたら俺もラチャかないよねって話を言って、言い方だったり、そうそうそう、そう、うん、まあいいっすよ、じゃあ今日はじゃあもう一人の小隊長はいないのね、いない、あのせおっしゃってる特定の人はいないですね、正直、あのさ、中隊長はさちゃんと叱責したって言ってたんだけど、ちゃんとあれみんな集めて叱責したの、あ、話は聞いてます、あ、話は聞いてます、でも別に俺はさ、部長とかどうでもいいんだ、あの部長いたでしょ、帽子逆にかぶってる、それは逆にかぶってるってか、あの社内検索するとき、あ、そう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 、あの部長もちょっと暴言を吐いたのよ、粗暴系って、でもそのことは別に俺どうでもよかったの、元はその小隊長がなんかブツブツ文句言って、でこの俺のほらパトライトのパトカーナンパンでしょ、これをさ、じゃあお前さんね、車内検索するときに、俺がね、あの時ほら助手席で恥ずかしかったから、あのやめてくれっつって、もうトランク勝手に一人で見てって言ったんだ、そしたら要はほらそれはできないって、後で車が壊れたなんだって言われたら困るから一緒に見てくれって小隊長に言われて一緒に行ったんですよ、で帰ってきたら小隊長こっからこれ全部引きずり出して見てて、多分私その後に多分来たと思うんですよ、あーその後、はい、で、あれご一緒に、そう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 、そこにね、なんかビッグにやられてさ、うん、何で持ってるのかってそこまでやられちゃったから、まああれはね、そのままうちらも気になる、なんですかこれってなっちゃう、え、じゃあね、招待所さっき気づいてた俺って、そうじゃないかなと思って、ね、今のナンバーだったなんでここにいんのかなと思った、あそこで、あそこなんであそこで止まってんのかなと思った、先行ったのになんで来たのかなと思ったで最初横並んだじゃん、うん、横並んだ時、お前さんチラ見した時も気づいてた俺って、うん、で声かけてこねえからじゃあいいやつって今俺先回りして、じゃあもう番かけようっつって逆番しようっつってだからじゃあちょっとあの電話番号と住所を教えてもらっていいですかねその警察のこの番号だけじゃちょっとあれなんで、なんだ今日いないのか招待状、だから番かけてくんのかなと思ったら声かけてくれない、あ多分もう分かっててめんどくさいから、いやだからどっちかが分かってんだなと思ってたえ、でも実際やっぱ何あれはちゃんと話し合ったんですか、どれあ、だその例の叱責してくれって俺が頼んだやつは、それは聞きましたよ中隊長から、ただその後のやり取りしてるっていうのは、先方とのやり取りは話したことは聞いてないんで、それはね、2人で多分いね、言ってることなんで、うちらにそれを全て言うっていうのは、まあまあまあそうですね、わ、うん、分かりました、じゃあご苦労さんです、あれですかね、もうニジラはこの車止めない、もうニジラだって俺も止めないでしょいや、それはそれだと思うかもしれない、いや、だって今日シャン持ってるよ、いや、もうそれは大丈夫だから俺はね、もし勘違いしてたら申し訳ないんだけど、はい、別に俺は職質はどうでもいいんですよ、うん、じゃなくて人の車をね、うん、人に言っといてさ、人がいないとこ見計らったさ、あの小隊長これね、これをさ、もうこんな風にやって引きずって、こんな風にやって見てんの、こうやって、で、そんなにだから調子がおかしくなってさ、これおっしゃってることは分かりますよね、その職務質も協力していただいてるんで、そう、別にそれとは別だって話、そうあんた買ってね、トランク見るときはさ、ああじゃねこうじゃねって言って、お前帰ってきたら勝手に人の車いじってやがってさ、ベタベタしない、そう、ディオメンテル、まあ、正直でも私の口から招待長とかで言えないんで、まあそうですよね、まあじゃあまた多分また中隊長から連絡来ると思うんで、そうですね、でじゃあ招待長、じゃあ次のはいるの、次の番の時は、夏じゃないですか、あ、そう、あれでしょ、あと広島とかもあるんでしょ、
ちらもほらこの間広島行ってきたから。あ、やっぱ行ってきたんですか。ああ、やっぱそうだ。ご苦労さまです。だからね、だからお前さんたちが別に嫌いなわけじゃないんですよ。ああいう一人の腐ったリンゴがいると結局わかるでしょ。まあお前さんたちは上司かもしんないけどさ、まあ、どっちか言えないけどね。そう、だからどっちが、まあ、そう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 、そこは勘弁してください。はい、わかりました、すいません。それはそうですけど、はい。じゃあ、今何、44以外何が出てるんですか。まあ、いや、さっきさ、カーロケ見たんだけど、回ってればわかると思いますよ。さっき2期層のカーロケ見たんだけどさ、全然出てなくてさ、虹色、どこ行ってんのあれやと思って。いろいろやってる。246は今1台止まってる。止まってるよね、246ね。後ろに、群衆の裏に止まったじゃん。ちゃんともう丸作してんだから、上からこうやって覗いてさ、あれ247と251どこにいんだろうと思って。声かけられなかったら逆番するしかないなって。いいですか、もう。わかりました、はい。はい、またじゃあ、中大将と連絡取っときますんで。すいません、ありがとうございます。どうもありがとうございます。あの警官いたもんね、この間ね。いたいた。イケメン警官ね。そう、イケメンだよね、あれね。あれ、銃と強いよ、多分あれ。あ、強いよ、ね。だって耳あんなになってるもん。そうっすね。あ、じゃあ、スーちゃん見たから行く。おい、ほら、後で見ようちょっと、うん、やっぱあの運転、招待所気づいてたんだね。分かってた。いや、もう僕は分かってましたよ。俺、なんでまたいんのかなーなんて言ってね、先回りしてきてるっす。確かに。だかああいう警官のみんながさ、みんなほら、そう悪いわけじゃないから、だからほら、あの警官たちに俺当たれないじゃん、それやっちゃったらもうね、子供じゃん、って言ったら今から言って、エビーのセリがクブドブなんだよって今から言われてるよ、ね、言われてるよ。あ、そうか、あの警官、そうか、後の方に来たやつか。うん、後から来たから分かんないんじゃない。でもすごいよね、忍者が分かるってね、一回会っただけでさ。まあお互いそうだよね。まあそれはそうだけどさ。だって毎日その仕事で会ってるわけで、あいつらは。あ、まあね、うん、うん、すごい。多分虹らかけてこねえな。いや、虹ら声かけてこねえよ。ああ、もうこの車、すげえな、この車だったら。何こいつ。でも実際さ、まあほら話まだ決着つ、まあこの動画出す時は、うん、ね、決着ついてるかどうかわかんないけど、人のもん壊しといてさ、その時壊れたんですかって、それいいのかねと思って。確かに。じゃあ俺らもさ、じゃあさ、ねえ、警官のもの触ってさ、壊れてさ、いやそんなに壊れたんですかって言ってね、通じんですかって話ですよね。ほんとに困っちゃうよね。やっぱ気づいちゃって、あれか。俺はね、さっきの若い警官の方が俺顔隠してるそぶり見えたけどね。こうやってね。そう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 。そういないよ、逆バンカケするやつ。確かに。本当だよ、本当やっぱ警察と揉めると長い、まず。ちょっとタバコ休憩しますか、じゃあ。そうですね。バンかけられちゃったりしてね、パパさん、すいません。セルシオル、あ、結構です。あ、結構です、あ、触りませんよ、つって、ね、もう結構ですよ。それ、タンプ直しやつ。うん、いや、ほんとでも人のもん壊しといてね。いや、さっきのあのね、巡査長面白かったね。 いや、もうそろそろいいですかね。もう余計なこと言うとね、動画くらいちゃんと知ってるからね。でもこれ以上はあの、もう言えないんで、すいません。笑っちゃったよ。だってあの警官、あれなんだこれ、あの警官だって後から来て覚えてるの、あれもしかして YouTube のと言われたら覚えてるの。うん、だってこのカメラ見て、もう録画ってなって、あいつ見てたもんね。見てたよね。チラッて見てたもんね。また乗っけられちゃうんで。いや、本当に。で、あれだもん、帰って言ってる、ね、うん、やばいっすよーつって、YouTuber 来てば逆番食らいましたよ。そう言ってるよ、たぶん。大丈夫。じゃあ、今、無線で言って、はい、しけしけ言って、警視246から、各局じゃない各局じゃない。現在、横浜 YouTuber 臨場中、どうぞ。逆番かけてますので、スルー願いたい。なお、なお、現在、解放されましたみたいな。言ってるよ。でもさっき の, あの警官の態度はそうだったら、もうほんと、もうほんと勘弁してください、許してくださいって感じだったね。だってさ、ね、俺をあっと思ったのは、うん、ね、じゃあ他何が出てんですかって言って言わなかったじゃん。うん、そうそうそう。分かんだから、あいつら。うん、今何と何が出てます。だってさっき顔の毛自分でいじってたんだからね。そう、分かってんだから。笑っちゃえ。
そうか、さっきのやっぱ招待所が坂道で気づいてたから、ね、文中の前で俺なんで横浜ナンバーでいいのかな張り込みだよ、張り込み。やっぱ見てるようで、見てないようで見てるよね。そうそう、見てないで見てんだね。だって目線が、だって見てなかったもん、あの時は。そう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 。だって運転しててさ、ずっと右見て、左見て、ねえねえねえ、あれだったけど、そうそう、もうあのところで分かったって言ってたからね。まあ、あと坂勾配になってるしな。うん、やっぱそれでも録音されてるの知ってるから ね、 もう左側の若い方はもう言葉選んでましたもん、ね、そうそう、言葉超選んでたよ ね、 ね、うん、自分の立場、なんか自分を守る、いや、それそうでしょ、うん、あれでしたもん ね、 ね、だってニジラで今こんな揉めてさ、警視庁の上まで行っちゃってさ、話がマジや、自分の上司のことだからなおさら言えないでしょいや、そうだよね、うん、階級で言ったら2個上になってるからね本当だよね巡査の扱いだからね、巡査長ってね、そう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 、うん、いやー、ほんとに、なんであれ本人だったら面白かったのにさ、うん、まあでもあれでもう話回ってるじゃん、うん、俺今度中隊長に言われてたかもしれない、あ、この間もしかして逆漫画来ましたいやだって全然中隊長話進めてくんないからさ困っちゃう、お、こんな時間に女の子が出てていいの、でもめっちゃ涼しい、うん。